なんか連日モーニングショーで斉藤知事のことをやってますが、玉川さんはもともと維新と確執があるんで、斉藤さんのことは嫌なんだろうなって感じがしますけど、でもこういう人のことを一番嫌いな感じだなと思う、玉川さん。今日のモーニングショーのコメンテーターは菊間知能ですね。フジテレビでアナウンサーだった人ね。そこから弁護士になった人。あとはもう一人亀井弁護士が出てました。玉川さんは今日言ってたのは時代からずれてると、あのチャットでね、指示してたって、夜中までやってたっていうやつですか。この人は総務官僚だったんですねと。だから兵庫県の知事はみんな総務官僚なんですって。この人だけではないんですけどね。確かに中央省庁の官僚は国家的なので非人間的な働き方をしている。今はそれが問題だと言われている。中央官僚時代の時にやっていたことを斉藤知事はその頃おかしいと思われてやっていたのかということになる。時代が変わったという認識を多くの人が持っている。テレビ業界でも昔はパワハラやセクハラがいっぱいあったけど、時代が変わって少しずつ適応してきている。時代がそういうふうに変わっていることを全く知らずに来たのか、そういう人が県政のトップに立っていい人なのかという話になる。もし今でも正しいみたいにやってたというなら、それもずれている。どっちにしても時代からずれている人は知事として県のトップとして資質があるんですかという話がここに丸々出ていると、まあなんかそんな話です。ただ今日の特集 で大事なのは、初めて出てきたなと思うんですけど、こういうなんだろうな、地上波でね、猪本さんと片山副知事、猪本総務部長と片山副知事、この2人が渡瀬さんのプライベートの情報を晒すぞと言って追い詰めて自殺に追い込んだ。まあそれを維新のね、あの二人の県議がね、晒せってやったわけじゃないですか。それで、いややめてくれっていう渡瀬さんを嫌がらせをするだけして追い詰めたっていう、そこの問題初めてやったんですよ。そこ大事ですよ。あとまあもう一個、片山さんが、これなんだろうな、週刊、集英社かなんか出てたのかな。週刊新まあデイリー新潮かな、片山副知事が百条委員会でに出る職員に対してあんまり余計なこと言うなよっていうね、なんか釘を刺した、まあそんな話とか。でもやっぱ一番のメインはそうですね、その渡瀬局長を追い詰めたプライベートを晒すっていうことで、知り得たねパソコンをね持ってった、その中にプライベートな交友関係が入ってたって話なんですよ。自民党の県議が言うにはね、こういう関係があった、その極めてプライベートなこういう関係を、これはいいものを見つけたぞということで、これを百条委員会で打ち負けますよというのでやめてくれという話になったってことなんですよ。極めてプライベートなこういう関係っていうのは、多分僕は思い浮かべるのはやっぱり恋愛感情、なんかそういうことなのかなとしか思い浮かべない。まあそれはだからね、出すべきものじゃない。それでその人の人格を貶めるようなことをしようという作戦だったって話なわけですよね。と思いますけどね。で、菊間さんは、まあ、そうですね、この今回7日に死亡した元局長の公用パソコンにあったプライベートな内容の情報について、知事側近の幹部、猪本総務部長ですよ、県議などに外部に漏らした疑いが、県による調査を検討していると述べた。私自身が情報漏洩を指示したことはないと知事は言って、漏洩が疑われる職員もそうした行為を指定しているとしながらも、疑いが出ているなら何らかの対応が必要だと話している。まあ、斉藤知事は俺は関係ねえよって言ってたんですよ。これに対し、パワハラやおねだりなどとは違う次元の極めて悪質な職務違反に関わる問題と指摘している。で、菊間さんは元総務部長、まあ、猪本総務部長ですが、死亡した元局長渡瀬さんのメールのデータをプリントアウトして、各方面にこれ見てくださいと言ってやり取りしているのを見たとする県議関係者の証言があることに言及し、見せられた人が一人ではなく複数いるなら、どっかでそれをやったのかどうかは時間とともに明らかになるのかなという気はすると。そもそも今回のことがパワハラ防止法、公益通報保護法のに当たるかにおいては、
いずれにせよ通報した人の不利益な措置を受けない、守れないといけないというものがある、しかしその発言を封じ込めるために本当にこういうことをやっていたとしたら相当悪質だと不快感をしました。私もいろんなパワハラ事案を見てますが、まあ、弁護士ですからね、いろんなパワハラ を見てきたと。こういうやり方で口封じをしようとしたケースは見たことがない。事実としたらこれはちょっとひどいなと思う。この告発潰しっていうの今までの中でも最悪だと、見たことがないと。亀井弁護士もこれ非常に悪質だって言ってましたね。これは本当にやばいと、まあ、犯罪なんじゃないかって言ってましたけどね。もちろんね、斉藤元彦知事の話が中心ではあるんですが、それ以外のその側近っていうか組織的な、まあ猪本さんと片山副知事ですよ、この二人は非常に悪質だと、悪質極まりないって話をした。このノリでなんだろうな、モーニングショーがパネルでどんどん押し続けて、またあるじゃないですか、百条委員会は不信任案出して決まるんですけど、そうすると解散打ってくるんで解散総選挙になるんですよね。果たしてその解散総選挙をしたいって思う議員が、県議がどれだけいるかっていうところもあるので、本来であれば百条委員会はもっと続けるべきかなと僕は思ってますけどね。